こんにちは。参院選が近くなってきて、そろそろ応援する政党が絞り込めてきた方もいるんではないかなと思いますけども、前回ね、その参政党っていうのをずっとベンチマークしてて、すごく興味を持ったんですよね。その令和新選組と同じぐらい熱量があって、清廉潔白でっていうところでね、すごく美しく映っていたんですよね。まあ、私としてはね、そうと応援したい政党が増えるっていうのは、選択に困るぐらいいいところが見えるっていうのはすごくいいことだったんですけども、いいところばっかりじゃなくて、ここはどうかな、ここは国民目線じゃないなっていうところもやっぱり見ていかなくちゃいけないじゃないですか。その時に参政党っていう政党が、実は国盛チャンネル、チャンネルさくらさんのっていうところと NHK 党と3社でなんかね、話し合いをする場所があったわけですよ。で、そこに痛い質問が来そうだからっていうんで、突然欠席をするっていうね、アンフェアさで、何してるのかなと思ったら、自分たちの身内っていうか、ファンがいる中では威勢のいいこと言ってるわけですよ。で、やっぱりね、痛いところを突かれて逃げちゃうっていうのは、結局国民に対してそういうことをしてるってことなんじゃないかなと思って、参政党はちょっと今回は外れるかなと思いましたね。で、令和新選組も結局1議席10億円、あれについて正面から答えたとは言えないんで、なんていうのかな、日本に9つしかない国政政党の党首が正式に質問しているのに、スパムみたいなものっていう扱いで、やっぱり自分の痛いところはあって答えられないわけですよね。で、そうなると NHK 党だけが私たち国民目線で仕事をしているところではないかなって思うわけなんですよ。もう言ってみれば、なりふり構わずに、その権力者とかね、闇の勢力って言ったらね、言い過ぎかもしれませんけども、芸能界の闇をこう暴いてくれて、私たちが絶対に内部告発じゃないとわからないところをどんどん知らしめてくれるっていうので、その立花隆さんとかね、ほんと恣意欲抜きに戦ってくれてるんですよね。で、ただ一つ、その何ですかね、 NHK のスクランブル化っていうのも軽く考えてる人もいますけども、かなり重要で、報道が私たちはすごくね、規制されてるんですよね。で、最近でもそうですよ。インターネットで広がる情報量の方が多いのに、そのいわゆるね、オールドメディアって言われるテレビ新聞とかっていうのは、相変わらず横一列の当たり障りない報道をしていて、それに芸能人も加担してるわけじゃないですか。まあ、そう言ってみればグルなんですよね。あとはどのようにそれを感じるかなんですけども、まあ、自分がね、この方向に行ってダメだったんなら、もうね、それはもう金もいらないし、地位もいらないし、名誉もいらないし、自分の命もいらないよって言えるぐらいのものなんですよ。自分の権利を確認するっていうのは、大げさなんじゃなくて本当そうなんですよね。日本っていうのはどんどんそのロシア化とかで中国化してるわけなんですよ。感じれない方がいると思いますけども、まあ、その一つに強烈な税制とかあるでしょ。今5個ゴミになってるわけですよ。で、これね、実際に自分で稼いでみたら分かるんですよ。給料取りじゃなくて、いかに不利な条件を押し付けられてるかっていうのね。で、結局自分で稼いでる人が給料取りを養ってるって構図は変わんないわけですよね。で、日本の多くの人は誰かに養われてるか、会社とかに養われてるわけなんですよね。だからね、どこにダメージを受けてるかっていうのは気づかないんですよね。まさにゆで返りであって、自分の人生を本当に自分の力で引こうとしてる人にとってみたら、ものすごく迷惑な話ばっかりなんですよね。まあ、本当にね、こうどういう風になっちゃったのかなと、まあ、まとめて言うとね、真っ当なことを言ったりやったりしてる人が報われずに、本当ぼーっと生きている人が人生棒に振ったのと同時にね、それに巻き込まれている一部の、まあ、なんていうのかな、革命家っていうのかな、その構図があるかなと思うわけなんですよ。これはね、必ずしも私一人が感じていることではなくって、なんかその高いところに立つと遠くまで景色が見えるっていう例えがあるんですけども、高いところにね、少なくとも私は普通の人よりも高いところに立ってるんですよ今。でも、そっから見える景色っていうのは、いわゆる普通の人から見ていた、それでわははって笑っていたのと全く違ってね、ここまで不自由な思いをさせられてるのか自分たちは、とかで、自分は自力で抜けてたけども、自力で抜けれずにそこにいる人がなんか幸せそうに笑ってるのが気の毒だなっていうところもあったりね。まあ、羊飼いの羊じゃないんですけども、それでいいのかなと。ちょっと話長くなりましたね。はい、ちょっとやめましょう。参政党がね、なんでダメなのかっていうことは、ダメじゃないんですよ。いいところいっぱいあるんですよ。いいところもいっぱいあるんだけども、
いろんな国政政党を選ぶ中でだんだんと参政党はちょっとレースにこう劣ってきたっていうのかな、遅れてきたみたいな感じで、参政党も支持したいところいっぱいあるんですよ。しかしもっと支持したいところがあるんで、相対的に参政党はちょっと今回ね、レースから、私のレースからちょっと外れて、あの支持する人とか応援したい部分もあるんだけども、でもそれ以上に尊重したい政党があるよってことなんですよね。参政党が嫌いになったわけでも憎くなったわけでもないんですよ。ただ正直なところではないかなっていうふうに、相対的に NHK というより正直ではないなっていうふうに感じましたね。うん、なんか意外にもね、あの色物だと思った NHK 党が最もまともなことをやってると思いますね。だからといって NHK 党支持するかどうか分かりません。相対的に考えてそれも込みで自民党の方がトータルで一番いいかもしれないんですよ。いや、不祥事はありますよね。とんでもないこととかね、バカバカしいところとか。でも結局この国を守れる政党は差し当たってはどこなんだろうかっていうと、とてもじゃないけど NHK 党が今年政権取ってどうですか。れいわ新選組が今年政権取ったらどうですか。立憲民主党、国民主党が今年政権取ったらどうですかね。そっちの方が怖いですよね、今のところは。ですよ、5年先10年先を考えるなら参政党も十分あり得るし、人や組織っていうのは考え方ややることが変わっていくもんですからね。そしてそれを変えていくのが私たちの一票なんですよ。参議院選に期待しましょう。それじゃあ。